喝采。こんにちは、アニシャカです。今回は呪術廻戦第28話に対する視聴者さんの反応を見たいと思います。開始早々やめも希望もありゃしない。サンマとは違うアングルでのリコちゃんの死、まさか別アングルから入るとは。とっさの、さすがすぎるな、スグルさん。別アングルからの、そうか、死ね、大届け。戦闘シーンめっちゃ迫力ある。青春の締め、劇的すぎて涙止まらんかったわ。呪霊で銃弾受け止めれるものなんですね。下刀の動きいいね、モーションの演出がいい。作画の暴力アニメ、目が鍛えられる。下刀式、霊眼。呪霊打ち出して、そんなんできんの、スグルさん。初っ端から重たいぞ。話しながら急に吐くな。なるほど、体の中に入れてるのか。飲み込んだら感知されないもんなの。ドラえもん呪霊言うの。いいね、この演出。当時パパの強さと余裕がわかる。すごい説明してくれた。情報を開示して能力を上げる。設定を説明すると強くなるシステム、便利。五感でたどり着いたのかよ。黒井さん、生きとって。二度三度とやってくるクソリプに使えそうである。作画迫力やっぱ。下刀さん10分強いよ、かっこいい。圧倒的物量。すぐるかっこいいけど、かっこいいけど。弾幕好き。相変わらず戦闘作画がエグすぎる。今回の戦闘もすごいな。どういう戦い？次元が違いすぎる。交流死んじゃった。交流ちゃんかわいそう。相変わらずテレビでやるレベルじゃない。いきなりこんな強いの来ていいのか。口裂け女ちゃん来た。かわいい。口裂け女の演出良いな。私綺麗とか都市伝説のお化けやんけ。パパブロが生き生きしてる。パパブロさすがプロの紐。裁縫道具の糸切りハサミ久々に見た。終わりだな。下刀でも厳しいか。映画クオリティなんだが。バトルがヤバすぎる。今週ヌルヌルしまくり。語り出すのはフラグだとあれほど。下刀をやったのは天の坂矛じゃないのね。伏黒愛しか強すぎる。相手が悪すぎるだけで下刀が弱いわけでは全くないのよな。アニメで動くパパブロ激渋。スムルのご尊顔を蹴らないで。完全に腫れ物扱いいいじゃん。黒井さん死んどるやん。このタイミングで恵み思い出した。どの瞬間で思い出してんだこいつ。急にふぬけた表情になる伏黒パパ可愛いぜ。伏黒パパ強すぎ問題。呪力ないのにガチで強すぎるだろ。何者なんだよこいつ。うわ、呪霊に入れられてたのかよ。リコちゃんの取り出し方汚い。痛いよそんな使いで。疑問符と伏黒パパに会いまくっていらっしゃる。こんな序盤で全滅してるやんけ。展開どうなんだこれ。万世教クズやん。宗教ってそんなの？アニオリ両者めっちゃやるやん。本末転倒やがな。恐ろしいことを原因やがる。おい、リコちゃん返せクソ野郎。頭おかしいなってくるくるやる当時くんかわいい。パパブロはたまにアホ顔するの教師感ある。ここの軽い会話なんか好き。いいコンビなんだよな、こっちも。女には怒るんですか？やっぱり黒井さんさらったの当時だったか。このおじさんたち、いい。地獄では付き合ってくれるんだ。この二人の関係性すげえ好きなんだ。池王子二人が生き生きしてるのは見てて気持ちいいですね。巻きついてる呪霊黒いけど気にならんのか。五条悟復活来た。あの世から帰ってきた。悟生きてた。いや知ってたけど。反転術式使ってたのか。ハイになってる悟、最高かよ。なるほど、わからんけど。すでに行かれてるな五条。ハイテンション五条さん。行っちゃってる五条の顔最高だな。ハイになってるのを突っ込まれるの面白すぎる。最強が生まれてしまったな。そうかそうだな、そうかもな。いただきました。三段活用にしたかった五条。瞳が綺麗すぎる。スーパー五条悟るタイム。解説してくれてる。赤ってそんな囁いてたんだ。何その目、怖いんだけど。行くとこまで行ってしまった。伏黒当時の柔軟体操シーン色気が触れまくっている。ああ、そんな和やかな音楽で。悟の瞳が綺麗すぎる。美しい、神かよ。 BGM と作画が綺麗すぎるんよ。突然の癒し系リラックス映像。地獄楽出てますよマッパさん。天上天下映画独尊きた。天上天下映画独尊。こうなるか。
こんな状況なのに感情がないでいる。こんな表現の仕方があるのか。ここで誕生するのか最強な五条。逆転も一瞬なの。うわ、きつい。エクイシニホーダ伏黒当時。ここまでクズだったのに最後にパパブロになるのずるすぎる。パパブロ、最後の最後に人間らしいなの。息子を託すのか。子供は親の持ち物じゃありませんよ。全員って罪深すぎないか。勝ったもま絶命。死に方かっこよすぎやろ伏黒当時。最後の最後でパパブロになったんよな。あと1話で終わりって本当？終わりか、早いな。シーカーときた。心が濁っていく。心がなくなってる。おい、その拍手やめろ。見なくていいよそんな人たち。最悪の胸クソ拍手が。オープニングの拍手絶対これだよね。やっぱ人の心ないわ。こんなの情緒死ぬって。リコちゃんほんとしんどいんだけど。この人ら結局なんで拍手してんだろう。あーダメだ、しんどい、泣いちゃう。どんなにすごい力を持っていようと高校生の年代、多感な頃にはおつらいのである。瞳めちゃくちゃ揺れてるんだよ。スブル、つらすぎるんよ。ここから二人は変わっちゃうから。解体されますかね。こういうのはしぶとく生き残るよきっと。なんだそのうまい予告は。さらっと深い予告をぶっこんできたな。いやもうメンタルしんどい。青春の二人が分岐していくのつらいわ。過去編めっちゃおもろいやん。劇場版にしろ本編より面白いとかどうなっとんねん。下等とパパブロのバトルシーン良かったし、五条の行っちゃった後の賢者タイム感も良かったと思う。五条も下等もと思想王のメンタリティの持ち主だったんだなと今更ながらに思う。いくら強いからってガキ二人にやらせるような任務じゃねえんだよな。ソラヤムってこんなの。そうだね、いくら最強コンビだからって子供二人に任せたから本編みたいに悪化した。天元はなんでこの任務に二人を指名したんだろう。五条は陸腕でまあわかるけど、下等は何の関係もないよな。五条が別格すぎて劣って見えるけど、下等も在学中に特級認定される逸材中の逸材だからな。最後のシーンの天台の死体を五条が持っていて教団に拍手されているところってどういうことなん？あいつらは天元を崇拝してる団体で、最初から天元と天台の同化を防ぐために殺し屋を送り込んでた。天元を神だと思ってるから人間と同化するのが許せない。だから天台が死んで喜んでる。オープニングの爽やかな青春を彩る手拍子は、実は天内の色あせた遺体に拍手を送る万世教の連中だったという残酷な真実。ここでやっとけばまた違ったんかな。ただ闇落ちが早まっただけかね。下等優しすぎた。ここから乙骨の話につながるとか悲しすぎやな。五条よりはるかに好きだわ。ここで等からしたら五条に責めてほしかっただろうな。俺が悪くないって言われると元から頼ってなかったように感じそう。下等はまともすぎたんや。全員みたいな畜生揃いやないと術師は務まらんわ。なお重要な時に一腕もめしてた模様。下等はずっと意味を求めとるもんな。闇落ちもしゃあなしや。五条が闇落ちしなかったのは、下等の方がたまたま早く闇落ちしたからなんかね。もしかして下等の闇落ちってほんの少し、 10% くらいは当時のせいってこともあるような気がしないでもない。戦闘シーンの BGM エレガントよぎん。盛り上がりどころがいまいちわからなかったけど、こういう原作なんか。原作見りゃわかるが、割と戦闘描写あっさりなんだよね。アニメは相当膨らませている。穏やかな BGM は五条の神々しさを表現したかったんじゃないの。必死な当時に対して悟って気持ちよくなっちゃってる五条だから、あれはあれでいいと思うけど少数派なんかな。俺もあれでいいと思う。もはや勝負にもならないし、五条本人も言うように全然個室で戦ってないってのが表せてると思う。片や自尊心で戦ってる負け戦のゴリラとの対比って意味でも。そりゃそら高空間で飛んでレーザービーム出たら俺は尊いと思うよね。ぶっ刺されて足まで裂かれて、最後に頭にナイフ刺されたのに、そこから覚醒して反転術式で生還したら、そりゃもうハイで中に浮いちゃうわ。誰が俺を倒せるんだよという万能感半端ない。イエリって五条と下等の同期っていうポジションの割に影少ないか。もうちょっと見せ場ってもええやろ。ヒーラーやからな。前に出てこんからしゃあない。伏黒に巻きついてる芋虫みたいなジュレイが絶妙に表情豊かで可愛く見えてきた。パパグロさん、全体的に筋肉もりもりのマッチョマンだけど、僧帽筋の強さが半端ないですね。パパグロは実際に強いけど、たまにアホ顔するのが大物っぽくて好き。当時の俺のような猿に、というのと下等の猿という悪口ってもしかしてリンクしてるのかね。
呪術師の一般人を見下した味方だろうな。中でも全員家だからなおさらパパグロは言われてきただろうし。口先女がハサミを握りしめると耳が切れるのって都市伝説的によくあるやつなのかな。やっぱ当時から謎だったけど黒井さんは死亡してないの？ファンブックで去年書かれてないし、リコちゃんは書かれてるけど、現時点では生死不明ね。ということで呪術廻戦4は視聴させていただきました。先週リコちゃんが撃たれたのはもう終わったと思ったのに、開幕いきなり遡り別アンブルでもう一回死ぬシーン見せられた。マジで人の心ないんか。悲しいシーン何回も見せてくれなくていいよ。パパグロと下等の戦闘シーンはめっちゃ良かったです。バチバチバトルモリモリで見てて気持ちよかった。天元の庭のところは原作ではそんなにそのスペースを使って戦ってる感じはしなかったけど、もう縦横無尽に暴れ回る様が作画も良くて演出も決まってて最高にアドレナリンでした。黒井さんは未だに生死不明なんですけど、生きててほしいな。あとでリコちゃんのことについて語ってほしいよ。リコちゃんの遺体を呪霊から出すシーンはめちゃくちゃ気持ち悪かったです。ピッコロ大魔王かよ。そしてやっぱり生きてた。五条はすげー灰になってました。この言っちゃってる加減もアニメならではで良かったですね。あ、こいつはやべえやつだって一瞬でわかるというか、天上天下入りが独尊もあんなに穏やかな口調で言ってたのか。ここのシーン、やってることに対して終始穏やかな BGM と演出でしたけど、逆にそれが不気味さを感じて良かったですね。というかここもそうだけど、今回のバトルで文句言ってる人が信じられません。逆に目が肥えすぎてて何にも楽しめない体になっちゃったんじゃないと思います。かわいそうに。パパグロはやっぱりクズだけど、そこら辺の地位と呪術師なんかよりよほど人間らしいですね。最後の死の間際に息子を五条に託すような感じで言ったのは名シーンだと思います。まあ五条も言ってましたけど、敗因はやっぱり首を跳ねなかったことですな。首跳ねててもこの作品じゃ生きてそうなのに。そして C パートですよ。いやーここは本当に胸クソでしたね。拍手にこれだけ殺意が湧くのもこのアニメだけ。オープニングの拍手はこのシーンのことだったんですね。これ五条がこいつら殺すかって怖いこと言ってるけど、殺してた方がまだ良かった未来だったんですよね。その提案に対してやめておこうという下等、いやー切ないし下等は悪くないよ。お互い冷静に淡々とした口調でやり取りしてたけど、その心の内は無情と劇場にはっきり分かれている。一見五条のが闇落ちしそうな雰囲気なのに、反対に下等のが闇落ちするってのがうまいところです。次週でいよいよ過去編も終了。なぜ下等は闇落ちしたのかの真実が語られます。楽しみです。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。